ジャングルポケットのおたけと太田博久がコメント発表、契約解除された斉藤慎二に対する強い苛立ちと悲しみ。お笑いトリオジャングルポケットのメンバー、おたけ41と太田博久40は、10月8日に SNS で声明を発表しました。斉藤慎二41が不同意性交などの疑いで警視庁に書類送検され、吉本興業とのマネジメント契約を解除されたことに関連し、被害者や関係者に向けた謝罪、そして彼らの正直な心情を述べました。おたけのコメント、斉藤慎二が起こした行動により、被害に遭われた方、関係者の皆様、そして応援してくださっている皆様に心からお詫び申し上げます。本当に申し訳ありませんでした。まだ感情が追いつかず、どうすればよいのかわからない状況ですが、強い苛立ちと悲しみを感じています。今後、太田とどうしていくかはまだ話し合えていませんが、私たちにできることを一生懸命に取り組んでいきたいと思います。太田博久のコメント、斉藤慎二の行動により、多大なご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます。17年間、3人で笑いを届けてきましたが、このような形で皆様を裏切ってしまったことが悔しく、やりきれない思いでいっぱいです。これからのジャングルポケットについては、おたけとしっかり話し合い、今後を決めていきたいと考えています。斉藤慎二の一連の経緯、9月20日吉本興業が斉藤の体調不良による活動休止を発表。9月25日日本テレビジップ、テレビ東京のウイニング競馬を降板。9月26日グリーンチャンネル競馬ブロスも降板。10月7日警視庁に不同意性交などの疑いで書類送検される。報道を受け、吉本興業が契約解除を発表。吉本興業の公式サイトには、ジャングルポケットの写真が、おたけと太田博久のみのものに変更された。このことに対して、周囲のコメントはこうです。二人は当然早い段階で斉藤がやらかしたことを知っていた。でも警察と事務所の発表があるまでは公でそれを言えない中、二人で票とかバラエティに出てもやもやしながら気丈に振る舞っていたんだろうな。でも斉藤がいないことで逆にこの二人の面白さが際立ってきた部分もあると思います。頑張ってもらいたいです。斉藤氏は、やりすぎな演技が受けてて俳優の道もこの先のキャリアとしては、ただろうに完全に人生棒に振った。不幸中の幸いとして、出始めの頃は目立たなかった斉藤氏以外の二人も最近は芸人として面白いし安定感がある。頑張ってほしいです。謝って許されることではないのはわかっているんですが、本当に申し訳ありませんでした。なんでこんなことになってしまったのか。強い苛立ちと悲しみが込み上げています。太田とこの後どのようにやっていくかまだ話はできていませんが、一つずつ僕らにできることを一生懸命頑張っていきたいと思ってますというおたけさんのコメントが全てであり、斉藤メンバーはおたけさんと太田さんとの絆を壊してしまった今回の一件ですから、その分おたけさんと太田さんの二人でジャングルポケットの活動を引き続き期待したいです。メンバーの方がわびる必要はないと思うんですけどね。逆にお二人の方がトリオというだけでかなりの迷惑をかけられている方だと思いますけど、ただ世間は関係なくてもトリオというだけでわびろと言い出す方が多いですから大変だなと思う。まだ書類送検ですからここからお金を積んで不起訴にもなるかもしれないし、嫌疑不十分で罪には問われない可能性もあるけど、家庭があるのに何回も女性関係で悪目立ちするのであれば、やはり二人でコンビ活動した方がいいと思う。コンビやトリオ、グループの活動で難しいところだよね。そばにいてわかる問題、ギャンブルや麻薬、酒癖などならともかく、性的なものは完全に個人だからね。しかしこうしてメンバーの不祥事に謝罪をしなくてはならないも出しているとなんで何も言わないんだみたいなことになる。でもジャンポケはそれぞれが面白いし、鬼ポーは変に縮こまらずに堂々と活動して良いと思う。報道の内容が一部異なると奥さんがコメントを出されていて、ますます今後の動きに注目が集まることとなりました。斉藤さんの不祥事はまだ記憶に新しい。誰でもダメだけど、人一倍気をつけるでしょう。それなのになんでこんなことになってしまったのか、何よりご家族に対してどう思うのか、ただ、不倫問題なのか、犯罪なのかは大きな分かれ目になる。真実が気になりますね。真相は分からないままでこのまま終わると思うけど、同意でも不同意でも妻子がいるにもかかわらず裏切り行為をしたことは事実で、しかも2回目。復帰してから何ヶ月も経ってないのに本当に病気だと思う。こんな斉藤、女性タレントを、
図書内で二人きりにしてしまったことも悪かったと思う。ジャンポケは二人でこれから頑張ってほしい。テレビに出始めた当初は斎藤あってのジャングルポケットで太田と大竹は、いわゆるじゃない捕鯨人だったけど、大竹は母親から継いだもんじゃ焼き店が繁盛してるし、太田はジャングルポケットのネタを書いてて、体を鍛えた芸や奥さんとの出演とかでもテレビへの出演が増えてるから、コンビでの活動しつつ個々の活動でもやっていけると思うし、頑張ってやっていってほしい。太田はラビットの金曜日レギュラーで、斎藤が以前問題を起こした時も神妙な面持ちで出演してたから、金曜日にラビットに出演する太田をテレビ越しに見守りたいです。二人のコメントには好感が持てた。被害者の方への謝罪は人によってはしないと思うがした方が印象はいい。ロケバスで二人になるシチュエーションの続報が出るんでしょうけど、その内容によってはまた事件の全体像が変わる可能性もあるし、生還したい。ガンドだとメンバー抜けても、オーディションや知り合いとかをメンバーに補充して存続するのって珍しくないのに、お笑い芸人だと補充するパターンってなかなか聞かない。ドリフは、新井中さんが抜けた時、志村健さんを補充してうまくいったんだから、ジャンポケもメンバー補充して再出発するってのもありだと思うけど、今回の斎藤慎二の不祥事と、それに伴うジャングルポケットのメンバーであるおたけと、太田博久の対応に対するコメントを見て、いくつかの考察が浮かびます。1、二人の支え合いと前向きな姿勢。多くのコメントが、斎藤氏の不祥事に対する大竹と太田の謝罪や気持ちのトロに共感し、応援する姿勢を示しています。彼らが置かれた困難な状況に対して、ファンは二人の誠実さとプロ意識を評価し、これからも支え合いながら前に進んでほしいと願っています。特に、斎藤がいないことで逆に二人の面白さが際立つという意見からも、彼らが新たなスタートを切り、二人でも活動できると信じていることが伺えます。2、グループ活動の難しさ。一連のコメントの中には、トリオやグループでの活動における難しさを指摘するものもありました。特に不祥事が個人的な問題であっても、メンバー全体のイメージに影響を与えるため、他のメンバーが謝罪や説明に追われることが多いのが現実です。さらに、性的な問題は完全に個人の問題という意見から、グループ全体で背負うことに対する疑問や批判も見られました。これに対して、彼らがどのように対応するかが今後の活動において重要なポイントとなるでしょう。3、斎藤氏のキャリアと反響。斎藤氏がこれまでのキャリアで一定の人気を得ていたことから、今回の不祥事が多くの人々に失望を与えている様子がコメントに現れています。特に俳優の道も視野に入っていた可能性があったことを考えると、彼の行動がどれほど深刻な影響を及ぼしたかが伺えます。一方で、斎藤氏以外の二人が評価されている点にも注目が詰まっています。これまでのじゃない捕鯨人としてのイメージを払拭し、これからは斎藤氏抜きで二人での活躍に期待が寄せられています。4、今後の活動形態の可能性。コメントの中にはメンバー補充についての意見もあり、例えばバンドメンバーの補充と同じように新しいメンバーを加えることで、トリオとしての形態を維持する可能性も考えられています。ただし、お笑いコンビやトリオで新メンバーを加えることは稀であり、どう進むかはまだわかりません。一方で、二人がこれまで個々の活動もしており、特に太田がラビットなどでの活動を広げていることから、コンビとしても成り立つ下地が整っているのではないかとの期待が高まっています。5、不祥事に対する視点と求められる対応。斎藤氏の行動に対して2回目であることや、妻子がいる中での裏切り行為に対する批判が多く見られ、同情の余地が少ないとする意見が多数寄せられています。また、家庭や家族への影響を心配する声もあり、これは彼自身の将来において大きな課題となるでしょう。また、被害者への謝罪や説明が必要だという意見が多く、どのように状況を収束させるかが注目されています。おたけと太田も二人での活動を続ける上で、今後もこの問題を乗り越えつつ、ファンに対する誠実な対応が求められるでしょう。総じて、ファンの多くはおたけと太田に対して応援の意思を示しており、彼らが二人で活動を続けることに期待を寄せています。同時に、グループの不祥事に対する社会的な影響の大きさも浮き彫りとなっており、今後のジャングルポケットの進むべき道が注目されています。